56万ワードはこの中で。でも最速が3秒で言ってたよな。とりあえず下から叩いてみようか。上に行けねえじゃねえか。右側のコインの方に行ってみようか。そして右ギリギリでオンオフしてみる。それで先に行けないかな。うわ、行けそうにないわ。コース名にさ、垂直飛びって書いてたじゃん。だから垂直に飛んでいくとは思うんだけど、真下でジャンプしたらこうやってマリオが埋まっちゃうんだよな。じゃあジャンプするときに右入力したまんまジャンプしてみるね。なんか今2回行ったね。なんか分かった気がする。ちょっとやり直していい？多分ジャンプした瞬間コインの方向があるじゃん。そこにスティックを倒しておくんだよ。そしたら先にどんどん進めるみたいな。いや言ってないけど、これ見つけたのマジですごいと思わない？初めて見たねこんなの。まあまあこれでクリア方法が分かったね。ジャンプした瞬間右、そして左、これを繰り返すことによってどんどん上に行きますよみたいな。やった。